てこの人、白石美穂のマトリックスのキアヌ・リーブスを直撃インタビュー。プレゼントを用意してきたんですけれども、いいですか？じゃーん。取り出したのはマネキン猫。ひざみちゃんを上げていると、あのたくさん人が入るんですね。でマトリックスをより多くの人に見てもらいたいなということで。ビーガーボックスオフィス。このプレゼントにキアヌも大喜び。大いに可愛がってくれました。その甲斐あってか、マトリックスレボリューションズは興行収入およそ66億円。大ヒットは白石の招き猫のおかげだったかも。